はい、どうも、こんにちは。今回でまた殺人探偵ジャック・ザ・リッパー続けられていこうかなと思います。前回は、この選択肢で覚えてるのは、この念のため検査入院を押したら、結局、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーというゲームなのに、殺人探偵になりたくないって俺が言っちゃったから まあ結果的にはゲームオーバーってことになっちゃった。たのは覚えてんだよ。で、なんか一回でもセーブして、なんて言えばいいの？ 多分、動画終わる前の段階では多分こっちにペケマークついてたんだけど、多分なんか一回セーブして終わったら、なんかよくわかんないけど戻ってた。ペケマーク消えてたけど、とりあえず前回はこれ選びました。で、今回からじゃあまた続きやっていこうか。そんな暇はない。調査を続行しなければ。わがままかもしれませんが、そうです。僕はそうだ。強盗殺人事件を追いたいんです。ああ。昨晩僕も襲われた。無関係じゃない。そうだ。あ、そうだよな。まあ、自分から足を運んだとはいえ襲われてるんだもんな。ああ、さあ君、気持ちはわかるが。先生、このゲームの名前、殺人探偵ジャック・ザ・リッパーなんです。避けられないんです、先生。僕が探偵になったのは、誰かの役に立ちたいから、誰かの助けになりたいからです。殺人犯なんて危険人物、放っておけません。ぶっちゃけでも殺人犯っていうか殺人事件は追わないんじゃないの、探偵って。アニメとかゲームの世界だけなんじゃないの。幻覚に怯えて閉じこもっていても、犯人を捕まえることはできません。次は僕の知り合いの誰かが襲われるかもしれない。お、フラグか。警察は見当違いの捜査をしているし、探偵として仕事を依頼された件でもあります。まあ依頼はされてるわな。それに自分より弱い相手から無理やり金を奪うなんて、おう、外道の商業だ。ゲドだな、本当絶対に。に捕まえないといけないんです。でもお前、探偵がでもさ、ぶっちゃけその殺人犯、どこまで探偵は関与すればいいんだ？だってさ、探偵が捕まえる権利ないじゃん。捕まえられるかもわかんないしさ。ある程度絞れたら警察に連絡するのかな？ わ かっよくわた。かんねえけど。君ならば動きを止めないだろうとは思っていたよ。先生、僕、先生、止まったのに前回。止まったらあれでしたわ。ゲームオーバーになりました、先生。ただ一つだけ約束してほしい。その幻影の言うことは何一つ聞いてはいけない。いや、それは、ちょっと厳しいとこあるよ。自分の意志を強く保つんあ、ででもす。そっか、奪われるもんな、人幻覚格。を認めてはいけないし、そそのかされても従ってはいけない。まあ、はい、わかりました。分かっています。わかってます。ただこれ、あれっすわ。メタなこと言うと選択肢で変わっちゃうから、その時の僕次第っす、先生。おいおい、リッひでえこパと言いやがる。ー。でもこれ名こ前まれだ。かあらずっと俺のことを無視するっていうのか？れなんだね、ウィンドウ名前まだ明らかにされてないんだね。まあ自己紹介してないもんな、こいつ。とはいえ、無理はしないよあ、うに。すげえ、スルして何る。か変化が現れたら、すぐに報告してほしい。はい。はい。ありがとうございます、先生。先生。どうするよ。ふう。まあ、対話すんのかな。おいおい。事務所へと戻ってきた朝は、気持ちを落ち着けるために紅茶を入れ始めた。紅茶だソな。フィーを脅かしてしまった。うん。謝ったらすぐ許してくれたけど、感情的になるのは控えないと。まあそうだね。基本的に感情的になるのはあんまよろしくないよね。このまあ、アーサー君に関わらずね。我々も。ちょっとなんかまとめみお、たいになっちゃったけど。結構いい茶葉使ってるじゃねえか。マジ？砂糖とミルクをたっぷり入れてくれよ。いや、結構いい茶葉なら茶葉を味わおうぜ。砂糖とミルク入れたら砂糖とミルクじゃん。そんなの。アーサーは面白がるような調子の言葉を無視して入れた紅茶を飲み始める。おなんてっいおい。て、もっと甘くしろって。あー、砂これ糖辛いとミルな。クは紳士のたしなみだろうが。これ辛いね。こういう、もう一つの人格がこういうことに口出していくのは辛いわ。おいおい、無視すんなよ。会話は交流の基本だって、親に教わらなかったのか？ちょっとめんどくさいやつだしさ。客商売やってんだろ、探偵。ほらほら、どんな相手にも笑顔が大事だぜ。黙れ。ああ、ひどい顔だな。0点だ。これじゃあ万年貧乏探偵だな。
頼むから食うに困るのだけは勘弁してくれよ。これつそこでも体も共有だからそうなんのかな、空腹とかも共通なのかな。なんとまあ残念なことに体は一緒、うん、お前が宿主、俺は住人か。まあまあそうなっちゃうのかな。俺たちはまさに一心同体、うん、いわば運命共同体ってやつだぜ。自己紹介がてら握手でもするが。まあ握手はできないけどな。あ、言わなかった。その言葉通りにアーサーの手がゆっくり動き、体の前へと差し出される。ああ、なるほど、体を動かす権利っていうか力もあんだ。それ厄介だな。自分ではないものの意思で動かされる体、その感覚にアーサーは何度も覚えがあった。勝手に僕の体を動かすな、うん、この幻覚め。アーサーさん、目の色変わってますよ。おいおい、幻覚とはひどい言い草だな、相棒。相棒、そいつは違うぜ。誰が相棒だ。あ、幻覚か、悪霊か、うん、お前は一体何者なんだ。あ、自己紹介してくれるのかな。俺か。そうだな、うん、特別に教えてやろう、うん、俺はな、誰だろうな。じゃあ、いやー、でもジャック・ザ・リッパーなわけないよな。まさかな、その心臓移植されたからつって、まずこいつジャック・ザ・リッパーなわけないよな。お前は、なんだ、ん、何を言おうとした。言わんのかい。出なくていいのか、お客さんよ、探偵さんよ。何よね、何よ、何よね。話の途中だろうに。いやいやいや、それはおかしいよ。お前、こっちの話は別にどうでもいいよ。探偵先だよ、仕事が。一瞬、戸惑うでいいのかな、躊躇と読むけど、一瞬戸惑うが、探偵として依頼人を放置するわけにはいかない。まあそうだな。アーサーは席を立ち、ニヤニヤと笑う男を尻目に、探偵事務所の玄関扉を開けた。誰よ。あ、失礼します。うん。アーサー・ヒューイット。また家宅捜索ですか。やめてください。事務所を訪ねてきたのは、ロンドン市警の警察官、シャーロットであった。あ、でもそうか、シャーロットがあれか、単独で捜査するように言われたか。どうしたんですか、刑事さん。ああ。まだ何か聞きたいことでもあるんですか。なんか、いえ、別件でお願いがありまして、うん、あなたを監視させていただきに来ました。監視させていただきにっておかしくないか。もっと強気で来い。じゃあ、監視させていただきに来ましたっておかしいだろう。上から来んのか下から来んのかどっちかにしろよ。出会い頭にとんでもないことを言われ、アーサーは思わず話しろ。監視、僕の容疑はもう晴れたはずでは。もう監視されたらバレるよな。いいえ、うん、あくまで証拠不十分で釈放されただけです、うん、あなたの容疑自体が晴れたわけではありません。まあそっか、まあ、証拠をつかめ次第捕まるってことだもんな。そこで証拠をつかむため、うん、または疑いを晴らすため、あなたを監視させていただきたいのです。まあ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 、わからんでもないわ。常にあなたと同行し、うん、できる限り監視したいのですが、うん、許可していただけますでしょうか。ちょっとやめてくれませんか。ちょっと同棲はちょっと私認めてないんで、ちょっと帰っていただけませんか。シャーロットはレッチに深く頭を下げて頼み込む。一見礼儀正しく思えるその申し出に、アーサーは思わずため息をついて吐いた。はぁ、あ、でも一緒だ、どっちで共通んだ。証拠十分なら監視される言われはない。うん、許可できないと拒絶する。まあまあまあ、これでしょ、普通に。許可できないと拒絶する。うん、まあ、それでもいいけどな。でも、いざ俺が警察でさ、監視させてくださいって言われてさ、いやいや、ちょっと無理なんすよね、それは。って言えないよね、さすがに。まあ、証拠不十分なら、まあまあ、これが妥当でしょう。証拠不十分。ということは、うん、僕は犯人だと断定されていないんですよね。そうです。はい、もちろんです。はい。ですから、監視をしに来た。と申し上げたはずです。まあ、正直家にまで乗り込まなくていいと思うけどな、はっきり言って。そこまでプライベートに関わってくのは良くないんじゃないか。確かにあなたを犯人だと確定する証拠はありません、うん、逆に言えば私たちはその証拠を集める必要があります。まあ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 、わからんでもないよ。ほんとはまずアーサー周辺のね、事件の調査をしてほしいとこなんだけど、まあアーサー本人が犯人という可能性があるんであれば、まあ確かに本人に目つけてもしゃあないわな。そのための手段として最も確実なのは、うん、あなたを監視し普段見聞きしているものや出会う人、うん、それらを徹底的に洗い出すことです。まあ正直、まあ、ゲーム上ね、まあジャック・ザ・リッパーが眠ってるから、まあこういうのはすごい妥当にはなってんだけど、
ぶっちゃけ犯人ではないって釈放した人を監視して普段見聞きしてるものや出会う人を洗い出すっていうのは完全に決めつけてるからね。こいつが犯人じゃなかったら時間の無駄だからね。それはどうなんだとは思うけどね。監視の中であなたが事件と無関係であると判明すれば、ああなるほど、ね、その時点で監視は取りやめます。まあ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 、だったらまあ妥当か。しかもまあこの人単独行動だからね。シャーロット単独行動だからまあそういうことも許されるんだろうね。別にそんな警察が全体で調べて監視したら、あなたは証拠がないなら犯人かもしれない人物を野放しにしても構わないと考えていますか？どうなのこれ、なんか気に入らないんだけど、こいつの関わり方ねえ、警察としてなってないよな完全に。それは、うん、そうは思いませんが、逆の立場であれば間違いなくアーサーは怪しい人物について徹底的に調べるだろう。似たような行動と考え方に思いたり言葉を詰まらせる。それに、うん、本当にやましいことが何もないのなら、うん、私が監視をしたところで何の問題もないはずです。まあ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 、そうっすね。拒否するということは監視されると都合が悪いということですね、うん、まあ都合は悪いなあいにくね、あいにくもう一人に人格が眠ってるんでね。挑むようなシャーロットの視線をアーサーは真っ向から受け止めてんね。この刑事さん、うん、芯が強いな。うん、ちょっとやそっとじゃ考えを変えないぞ。うん、どうあっても僕を監視するつもりだ。わかりました、あなたの同行を許可します。まあ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 、なんなら部屋の捜索でも何でもしてくれて構いませんよ。うん、それで僕の疑いが晴れるのなら。まあ一応部屋にはないからね、今んとこ。別にそんなリッパーが書いたものとかなければ。いえ、そこまではできません。うん、ですが監視の許可をいただきありがとうございます。まあ、そっか、まあ警察全体で捜査してるわけじゃないから家の捜査まではできないと。厄介だな、なんかお前。監視するのに許可なんて取る必要ないんじゃないか。うん、まあでもがっつり家に踏み込んで監視ってするなら許可いるだろう。こっそり尾行でもしていれば、まあまあまあ確かに相手がボロを出す可能性だって高くなるだろうに。まあリアルな話尾行だろうね多分。へえ、なんか面白いことになってんな。尾行か、まあ普通に捕まえることだよね。へえ、なんか面白いことになってんな。何をしに来た方向が被ってんだよ方向が。はい、ですからあなたを監視しに来たと申し上げたではありませんか。うん、もう忘れてしまったのですか。方向かぶってんだよ。目の前にはシャーロットがいるにもかかわらず、アーサーはまず幻影を相手に話しかけてしまった。ああ、いえ、あなたに言ったわけでは。うん、そう言われましても。でもどうなんだろうね、これリアルでさ、いやもう一人の人格がやったんですって。それどういう対応するんだろうね警察。おうおう、不注意だな探偵。俺と話すタイミングには気をつけねえと。誰のせいだと思ってるんだ。ああ消えたあ、心の中で喋ってんだ。お前のせいだろ探偵。うん、俺の声が他のやつに聞こえねえことは分かってんだ。うん、その上で不用意に俺に返答をよこしたんだからな。まあでも多分これから慣れていくんだろうね。これが最後じゃないの、声出すのは。えりくつを並べるな。うん、そもそもお前が話しかけてくること自体がおかしいと言ってるんだ。まあこいつが中にいることがおかしいんだって。話しかけてくるのはしゃあないよ。おい聞いてるのか。弱ってるぞ。アーサーの問い詰めにも男はどこ吹く風。しかし興味深そうに頬が釣り上がる。ちゃんと会話が成立してんな。おい、本当だ。お前さんが口に出さなくても、うんうん、俺には声が届くみてえだ。まさに以心伝心ってやつだな。まあでもそれできなかったら最悪だよな。それがどうした。うん、怪しまれたぞ。どうしてくれるんだ。でもあれだからね、この間ずっと無言だからね。急にずっと無言だから、まあどっちしろ怪しいと思うけどね。世紀の発見とでも言わんばかりに喜ぶ男だったが、今のアーサーにとってそんなことはどうでもよかった。なぜなら今さら話せることが分かってもシャーロットに見せた気候をなかったことにはできないからだ。知るかよ、てめえのケツくらい自分で拭けよ。おう、拭いてやるよ。こいつ、くそ。何黙ってるんですかって言われる。あ、違う。シャーロットが自身へ向けるキーの視線を振り切るようにアーサーをコートを羽織り外出準備を始める。おや、どちらへ。情報を集めに行くんですよ。
連続強盗殺人事件のね、まあ、前回止められたけどな、探偵がやるべきじゃないって。どういうことです？犯人を見つけると言ってるんです。そうすれば監視も必要ないでしょう。前にも言いましたが、まあまあ聞きましたよ。探偵とはいえ、あなたのような一般市民が殺人事件の調査を行うのは危険です。まあ、ごもっともだよ。ごもっとも。ご心配なく、見当違いの人間に監視を回すような警察に任せていたら、皮肉言うね。いつまで経っても事件が解決しませんか、ね、皮肉るね。言いますね。言いますね。それに、こんな卑怯な犯罪を見て見ぬふりして、自分の無実が証明されればいいなんて、僕は思わない。お、1秒でも早く犯人は捕まえられるべきです。いいね、正義感あるね。わかりました。ただし危ない真似は避けてください。まあまあそうだね。もちろんですよ。では行きましょう。では行きましょう。乗り気だなお前、監視に。まあでも警察と一緒に捜査できたら強いよな。そんな一度も捕まえられるもんな。目黒警部とね、毛利小五郎みたいなもんだもんな。アーサーはシャーロットに監視されながらも市街地へ出向き、怪しい人物などが目撃されていないかを聞いて回った。言った。路地にいたフードの人物、あいつが怪しい。どうにかして情報を得ないと。前回言ってたけどさ、普通にあれでしょ、ニュースになってんでしょ。探偵が、町の探偵が殺人犯でした、ババーンっつってニュースになってんでしょ。だったらあんまり聞いてくれる人いないんじゃないの。背格好は分かっている。声も高かったからまだ若いのかもしれない。まあまあ 若そうだった。あ、でもだったらあいつかな。前回の、前回かな、前々回かな、忘れたけど、階層にいたあいつかな。あの、おい、誰のおかげで食わせてもらってる、食っていけてると思ってんだみたいなやついたじゃん。おーみたいな、いたが、あいつかな、もしかしたら。何？あんた警官のお仲間か。だったらもう話したから、それから聞いてくれよ。ああ、まあ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 、確かに。いや、俺は何もしてねえぞ。本当だよ、何もしてねえからな。いや、これどっち、どっちお前は。俺を殺人犯だと疑った結果すごいビビってんのか、いやいやいや俺は犯人じゃないからって必死になってんのか、どっちだよお前。この分だけだったらどっちでも取れんだよ。どっちだよお前。みんな頑なに口をつぐんでしまっていた。その理由は今でもない。まあでしょう、私がさっき言ったけど、私がニュースに取り上げられたからでしょう。どうかしましたか。そっちか、同行する警官シャーロットだ。そっちか。ああ、そっか、シャーロットがそういうなんか強気な警官ってこと知られてんのかな。あ、なんて読むんだっけこれ。ああ、読めそう、読めそうだけど今ないわ、記憶に。今俺のメモリーないわ。ね、ギズモ友達は、いや、ね、気づかなくても積極的に警官と関わりたい人間などそうはいない。話を聞こうとしても逃げ出してしまうのだ。まあそうだよな、警官に聞かれたらちょっとピリッとくるよな。警官にすいません、ちょっとお伺いしたいことがあるんですけどって言われたら、ちょっとビリビリくるよな、我々一般市民は。なんてことだ。これじゃ聞き込みをしたって、まともな証言を得られないぞ。まあ得られんな。あの、シャーロット刑事、少し僕から離れてもらってもいいですか。どうしてでしょうか。バカか、バカか。まあ言えばいいじゃん、言えば。あなたが一緒だと、まあまあ言うな、まともな証言が得られないんです。もう少し周囲の目につかないところまで離れてください。それはできません。めんどくせえな。私はあなたの監視のためにここに来ているのです。まあ、探偵で殺人事件を追いたいっていうやつとすごい相性悪いじゃんお前。離れてしまってはその任意をこなすことができなくなってしまいます。それにあなたは私の監視を許可しましたよね。許可しなかったらお前捕まえてくんだろどうせ。それはそうかもしれないけど。てんでてん、びっくり。アーサーは頭を抱えた。警察官を引き連れることで発生する問題が予想以上に大きすぎるのだ。はっはっは、探偵よ、さっきまでの勢いはどうしたよ。もう降参かい。心の中で話せよ。警察官と見学の男アーサーはこの愉快な仲間たちを引き連れて情報収集を行うために陥っていた。いや、諦めないぞ。あ、心の中だ。疑いを晴らすためにも犯人をこの手で探し出すんだ。おっしゃ、見つけてやろうぜ。アーサーはくじけることなく調査を続けた。
時に煙たがれ、露骨に顔をしかめられつつも場所を変えながら聞き込みを進めていく。探したぞアーサー。何？一体何をやってるんだ？誰誰誰？でもこの声、誰よ？お前か。声をかけられたアーサーが振り向くと、ローリーが歩み寄ってくるところ、であった。彼女の脇は大柄な黒い服の男たちが固めている。いや、バレるバレるバレる、今警察いんだから後ろに。いや、おい、うん、何をしてるって。探偵の仕事だけど。警察官をお連れでかい？仕事ねえ。あ、ローリーはアーサーの隣にいる人物を見やる。視線の先にいるのは警察官であるシャーロットだ。話がある。うん、こっちに来い。すげえ相性悪いけど。警察官と一緒にいるときにマフィアに話しかけるってすっげえ状況悪いけど大丈夫？ローリー、やめてください。ローリーはアーサーの袖でいいのかな、袖をつかむと人気ない路地へ人を引きずっていった。あ、ちょっと、うん、彼をどこへ連れて行くつもりですか？そうだ。おぉ。いや、これはまずいでしょ。これは一番まずいよ。バレるバレる。アーツでシャーロットが止めようとするが、ゴンザレスやクルフクたちが立ち塞がり、行く手を遮った。あなた方、うん、邪魔をするおつもりですか？少し待っていてもらおうか。うん。立ち話をするだけだ。いいでしょう。うん。いいんかい。いいんかい。変な話しないか見張らせていただきます。いいんかい。好きにしろ。シャーロットはロジエと入っていた二人を睨み、仁王立ちな手を抜くんだ。何？アーサー、うん、僕が言ったことを覚えているかい？覚えてねえよ。お前言ったことめっちゃあんの。当たり前じゃないか。うん。連続強盗殺人事件について調べるんだろう。まあ、それじゃないんじゃない？うん。僕は伝えたはずだ。うん。警察に関わらせないために君に仕事を依頼したんだと。ごめんなさい、ちょっとパート1ぐらいの記憶なんでちょっと覚えてないですね。まさか、出会いか。警察に話をしろなんて言わないよね。うん。組織に関わる者の多くは善良な市民だけど、うん、常に傷持つ者や後ろ暗い者たちも少なくない。すねか。過去のことをほじくり返したり、うん、痛くない腹を探らせる口実を警察にはやりたくない。彼らとは良き隣人でありたいだろう。まあ、警察が関わらないってことないと思うけどな。思い出したかい？ああ、ごめん。うん。けど、よく僕らを見つけられたね。街で噂なってんじゃないの？組織が世話しているものから苦情が寄せられてね。うん。君が警察官を引き連れて聞き込みに回ってるって。うん。依頼人としては止める必要があると思ってさ。ああ、そっか、はたから見たら、そっか、探偵、僕は警察に関わらずに、調査してほしいってマフィア側からお願いしてるから。でも、アーサーは、まあ、傍から見れば警察と一緒に、かアーサーが警察にお願いして一緒に捜査してくださいって言ってるかのような景色に見えたんだ。自分でも何言ってるかよく分かんないけど、まあそういう、要するにそういうことだよね。多分アーサーが警察にお願いしたと思ってんだな、思われてんだな。それでどうして君は警察官と一緒に街を練り歩いているんだ？お、言ってやれよ。うん。簡単に言うと、僕はまだ疑われていて、うん、僕の監視のために彼女が来てるんだ。そうなんですよ。アーサーが視線を示したのは、少し離れた場所で仁王立ちのまま二人の様子を伺っているシャーロットだ。あの警官か。うん。わかった。消してくれるんかい、おい。お、話し合うのか。ローリーはアーサーを、伴い。わかん、伴いでいいのかな。シャーロットに近づいて正面から見せた。ひるむことのない、そんな態度だ。漢字難しいの多いな。シャーロット刑事。うん。一般市民に対する過度な干渉は公権力の乱用に当たるとは思わないかい？そうだ、言ってやれ。同行は本人の許可を得ておりますし、許可得ちゃったか。適正な捜査の範囲内だと判断しています。うん。それよりあなた、どこで私の名前を？大体知ってんじゃない。でも市民知らないが、別に俺も近くの警察、俺も近くの警察署の名前知らないしな。警察署の警察官の名前。君は有名だよ、シャーロット・ピースエー刑事。うん。ロンドン名物の堅物女性警官だとね。まあ堅物っぽいわな。私は警察官として正当な職務を果たしているだけです。うん。あなたが彼に事件の調査を依頼したのですね。うん。マフィアの関係者がどういう風の吹き回しですか？
まあ無能っぽいけどな、シャーロット。そのあたりはご想像にお任せしようか。うん。もしそうだとして、何か問題でも？そうそうだ、あんのかよ。裏社会の人間が一般市民に過度に干渉していること。うん。それから警察以外の人間に事件の調査をさせていることも大きな問題です。まあまあ確かに一般市民に干渉好きだなお前ら。警察官が干渉していいのかと。裏社会が干渉していいのかっていう。裏社会。好きだな。何のことやら、うん、それに僕はロンドンの治安を憂いているだけだ。そうですよ。警察がなかなか事件を解決しないから、そうそうだ言ってやれよ、より信頼できそうな探偵に調査を依頼したんだ。あ、そうそうだ。何がおかしい？これが信頼の差だよ。おい、あなたがアーサーと関わり合いになること自体がおかしいと言ってるんです。いやいやいや、それおかしくない。別に一体何を企んでいるんですか。人と人の関わりだぜ。別に関係ないですよねそんなのね。誰だっけお前、ローリーか。ローリーさん別におかしくないですよね。別に人と一緒の関わりなんですから。別にね、じゃあ警察と一般市民が関わるのもおかしいだろうかって話だろう。企むとはひどい言い草だな。彼とは随分と前からの知り合いで懇意にしている。そうっすよ。それとも彼と話をするのにはいちいち君の許可を取らないといけないのかな。そうそうだ。驚いた。君たちどういう関係だい。言ってやれよ。話をそらさないでください。おー怖い。そんなに大声で怒鳴らないでくれ。煽るね。こんな画面を見たら市民はどう思うかな。うん、とにかく、うん、何が目的であろうとも一般市民の彼を巻き込むことはやめてください。まあ、ブーメランな気もするけどな。まあまあまあ、まあまあ、マフィアが裏につくよりは、まあ、警察が裏についた方がまだねマシだけど。おお、お前さんがあれだけ言ってもひるまなかった府警がこの小娘の前じゃ言い任されそうだぞ。まあそういうことだよな。強気な人にはこうなっちゃうかもしんないからね。目的はさっき言った通りだよ、シャーロット刑事、うん、僕はロンドン市民として早急な事件の解決を望んでいる。そうです。早いところ殺人犯を逮捕してくれたまえよ。お願いしますよ。今そのための捜査をしているところです。まあそうだよね、シャーロットも捜査してるかは知らないけど、まあ警察自体はやってるんだろうな。彼を犯人だと疑っているなら的外れだ。言ってやれ言ってやれ。そんな労力をかけるくらいなら、うん、市中のゴミ拾いでもした方がよっぽど有益だと思うよ。いやマジで有益だよ。言ってやるローリー。まあ、だ俺疑われてるからな。やってない人物をね監視するっていうのは俺は事件やってないからさ。俺事件やってないから、まあ、殺人犯してないから、まあ監視するのも時間の無駄だと思うけど、まあね疑われてるのは仕方ないからね。的外れかどうかを決めるのはあなたではありません。あなたでもないけどな、シャーロットさん。やれやれ、うん、人の忠告は聞き入れるべきだと思うけどね、うん、君はアーサーの監視をやめるつもりはないと。まあまあないんじゃないの。ええ、少なくとも彼が悪ではないと判断できるまでは。まあまあまあ、なるほど。噂にたがわぬ堅物だ。本当だよな、無能だよ無能。アーサー、うん、悪いが僕からの依頼については取り下げさせてほしい。マジっすか、やったニートじゃん、ニートできんじゃん。なんだって、うん、ちょっと待ってくれ。なんすか。もちろん依頼料は渡すとも、うん、この件で君は不当な扱いを受けたんだ、うん、迷惑料の意味も込めて正規の金額を支払おう。マジっすか。お金の問題じゃない、うん、僕自身の疑いを晴らすためにも調査を続けたいんだ。いきなり取り下げなんて。ただマフィアと関わっているのがバレるのは良くないよ。君への疑いを晴らすのも殺人犯を逮捕するのも、うん、君がやらなければならないことではないよ、うん、それらはそこにいる刑事さんの仕事だ。言うのがあるなお前。今は君に調査を依頼することの悪影響の方が多い。確かに僕にとっても君にとってもね、うん、それとも君がやらなくてはならない理由でもあるかい。僕はごめんなさい、ローリーさん強いっすわ。あなた絶対口喧嘩負けねえじゃんお前。芯が通ってるもん。あのさ、前回ね、入院を選択したんですよ。入院選択したら、いや殺人探偵ジャック・ザ・リッパーでしょあなた、何引いてんの、何入院してんのって言われてゲームオーバーなったんですよ。これ引き下がったらダメでしょ。これ引き下がったらダメでしょ。はい。僕は連続殺人事件を追いたい。学ぶ生き物ですから私は。殺人なんて。
うん、許しておけない。俺リアルだったら引き下がるよ。お金だけもらって引き下がるけど、まあ、まあまあまあゲームなんで殺人探偵ジャック・ザ・リッパーとちょっと生活しないといけないんで、まあ、前回学んでるんでそういうとこは、まあ、僕はね生かしていこうかなと。理由を説明してもらえないか、うん、君がそこまで言うんだ、何か事情があるんだろ。てかどうしようかな、一旦終わろうかな、ここら辺で時間が結構いい感じだから、じゃとりあえずここら辺で一旦切ろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。 Thank you.